建設コンサルタントとは、建設技術を中心とした開発、防災、環境保護等に関して、計画、調査、設計、管理業務を中心に、日本では、国土交通省の建設コンサルタント登録規定に、基づき国土交通省に登録された観光庁及び民間企業を顧客として、コンサルティングを行う業者を言う。建設コンサルタントは、建設業法による、 建設業のような法的な定めは、業法ではなく、公共工事の前払い金保証事業に関する、法律にあり、土木建築に関する工事の請負いを業とするもの、または土木建築に関する工事の設計もしくは管理、もしくは土木建築に関する調査、企画、立案もしくは助言を行うことの請負いもしくは、自宅を業とするものと、定義されている。職業としては、 事業所統計などでは、サービス業に分類される。日本標準産業分類によれば、学術研究、専門、技術サービス業、技術サービス土木、建築サービス業に分類されており、同分類には設計監督業、建物設計製図業、地方公共団体工事事務所がある。土木建築関連のサービス業とは大きく、建築設計業、測量業、 その他の土木建築サービス業に大別される。なお建築設計業は、建築設計、設計監督などの土木、建築に関する専門的なサービスを行う事業所を言うとし、実際の業務として、設計管理業、建物設計製図業、建設コンサルタント業が例示されている。これには、構造計算の民間確認検査機関も含まれる。測量業は、 基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量、境界測量などの専門的なサービスを行う事業所を言うとしている。その他の土木建築サービス業は、他に分類されない土木建築サービスを行う事業所を言うとし、具体には地質調査業、止水業が挙げられている。地方自治体で規定する建設コンサルタント業務、 等とは、地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び、保証関係コンサルタント業務の5業務を指す。国土交通省の規定に基づく登録制度では、いずれの業種でも、一定の資格保有者などの条件がある。建設コンサルタントと地質調査業については、規定による、 登録制度上では登録の義務というものはないが、実質的には公共機関は当然のことながら登録業者にしか発注できない。小規模で他方からの受注だけを行う建設コンサルタントなどでは資格保有者がおらず登録もしていないということもある。建設コンサルタントについての国土交通省告示による登録制度は次の通りである。登録部門は20部門で、 技術士の第二次試験のうち建設部門や農林水産の各土木系部門などの建設に関係する科目に準拠している。事業の部門別では1、河川、砂防及び海岸2、港湾及び空港3、電力土木4、道路5、鉄道6、上水道及び工業用水道7、下水道8、農業土木9、森林土木 10、水産土木。11、造園。12、都市計画及び国土計画の12部門となっている。各事業部門に共通の横断的部門として、1、地質。2、土質及び基礎。3、高構造及びコンクリート。4、トンネル。5、思考計画。思考設備及び積算。6、建設環境。7、建設機械。8、電気。 電子と8部門がある。合わせると20部門となる。登録の要件としては、まず十分な財産的基礎と金銭的信用を有することを有していることが求められる。また、登録する部門ごとに、技術士または認定技術者を専任の技術管理者として置くことが求められる。当然のことながら、受注業務を遂行するにあたっては、 建築設計事務所で建築士が必要であるように、プロジェクトの担当者、管理技術者等に技術士などがつくことが必須とされる場合が多い。受託先の割合は観光庁が大半を占める。これまでは主に調査と設計業務が中心であったが、公共事業の削減 PFI 活用の社会背景から管理運営業務なども受注遂行していくことも予想されている。 日本の建設コンサルタントの場合海外業務は政府開発援助関連によるものが大半である。関連団体として社団法人建設コンサルタンツ協会、世界規模では国際建設コンサルタント連盟があり、フィディックには日本では日本技術司会ではなく社団法人日本コンサルティングエンジニア協会が加盟している。フィディックの約款などを適用する。 国際建設役官による工事執行では国内の発注者と受け負い者の交通の関係者に加えて第三者の中立的立場としてコンサルティング会社が関与するこの時建設工事は発注者と受け負い者が結ぶのに対しコンサルティング会社のエンジニアは発注者とコンサルタント契約を結び発注者の代理人として受け負い者発注者双方に 大きな拘束力を持つ。この時の主なエンジニアの役割としては、建設工事の進捗に応じて、施行に関わる受け負い者の施行計画、図面の審査や承認を行い、品質管理、安全管理から工事出来高の研修、証明、支払い証明の発行、工事の引き渡し証明書の発行などがあり、このエンジニアの役割と権限は契約に明記される。 建設に関する業務を行う建設コンサルタントには、建築コンサルタント、保証コンサルタント、都市計画コンサルタント、ランドスケープコンサルタント、街づくりコンサルタント、マリンコンサルタント、環境コンサルタント、上下水道コンサルタント、廃棄物コンサルタント、地質コンサルタント、農業土木コンサルタントなどのように分野で特化したものも数多くある。ちなみにおおよそであるが、 観光庁が発注する業務は以下の通り。これらは一観光庁が発注する業務を受注するための各種登録規定に定める登録業、または二事業を行うための許認可を得ている業種の2種類である。もちろん民間の業務はこれらに限定されるものではないため、必ずしも以下に示す業種に限定されるのではない。登録、許認可業種ではないが、 蒸気の複合体として、シンクタンク、登録、巨人化業種ではないが関連する事業を営む者に、装置開発販売メーカーがいる。その際は、装置、製品を購入し設置する形での物品購入がある。業務内容としては、施設の計画及び設計、並びに施設設置のための各種調査に分かれている。欧米では、技術者コンサルタントの歴史は長く、 その資格者の社会的評価が高い。米国ではコンサルティングエンジニア、プロフェッショナルエンジニア、英国ではチャータードエンジニアなどの制度があった。建設コンサルタントが事業として初めて成立したのは19世紀初頭の英国においてであり、産業革命に伴う大規模な社会資本整備に向け設計から施行を担い、利順を得る建設会社とは別に、 設計に関する高度な技術を持ち、施主に対して利益になるよう仕向け、建設会社との仲介的な技術者たちが活発な活動を始めることになる。コンサルタントという名称は、第二次大戦後のアメリカの医療分野で近代的な病院を作るために、医学に加えて、経営から設備までの幅広く総合的な知識やノウハウを持った人材が求められたことに始まった、ともされる。 建設コンサルタントが日本に誕生したのは実際には比較的新しい。制度等の期限は戦前まで遡る。戦前まで日本における生活基盤や産業基盤などの社会資本の整備は一部を除いて基本的には行政によって直接実施されていて、省庁に所属する議官が社会資本の計画、立案、 設計を行っていたが、当時から上級技術者が自ら建設受けを意として開業するケースが出てきており、その背景として新しいインフラストラクチャーや建築物が日本各地に拡大、それに並行して土木と建築、また設計と思考の境界が次第に明瞭になり、建築、土木それぞれに設計、管理の専門家が成立してくる状況が挙げられる。 近代的な諸制度が未整備であった時期にこうした専門家を必要とした民間事業者の側からすれば、まず思いつく方法が彼らに技術顧問、つまりコンケルティングエンジニアをアーキテクトとして移植することであった。ここには、親とい外国人の商兵に習う一面と上級技術者の絶対数の不足により、当時から主として官業に本職を持つ。 専門技術者に食卓で依願せざるを得ない状況とがあった。彼らへの報酬も外国人ほどでなくとも高額であったため仕事ごとに応じて食卓雇用する方が経営面で合理的な場合も多かった。方や技術者の側も建設業務がプロジェクトごとに独立している限り一つの職場に留まることなく複数の職場を掛け持ちで渡り歩く すなわち移動と遺跡や兼業が常態化していた。19世紀後半の欧米先進国ではすでに土木や建築設計事務所が独立し、いわゆるコンサルティングエンジニアが一般化していた。日本では土木より新美造形景観的デザイン性などが強く求められる建築分野において明治19、1886年に立の金吾が日本人として 建築設計事務所を開設式堂に載せたのが、その講師とされる。一方で、土木分野は受け負いに進出していく。これには、大田六郎などが工学士として初めて乗り出すが、大田は明治13年に、工部大学校土木学科を卒業。在学中に、実地見習いで大阪山水道の掘削に従事し、卒業後は、 島根県土木課から明治27年に鉄道局三等技師として移籍した。翌年、日本鉄道に出向して、上野高崎観光寺を指導し、明治19年には鉄道局に戻って、新越線工事に転じたが、当時、鉄道局に不満をいなく、工学士が少なからずおり、大田もその一人であったらしく、折しも大倉組が、 クレや佐世保の軍港設営を藤田組と共同受注した際に土木工学士を雇い兵したのに応じて遺跡。翌20年、関西鉄道に出港し1年足らず所属。明治22年まで大倉組に勤め、その後実定である中野金黒と東京、芝で自ら土木受け負いを開業した。大田は相当な大工事の受け負いをも成功させたが、それに続く試みで、 はかばかしい実績を挙げたものは数少ない。他方、上級土木技術者がより鮮明に組織的なカラーを打ち出した民間業に難心と村上京一による鉄道公務所などがある。南は工部大学校の第一期卒業生でイギリスへの留学を終えて帰国後工部省御用係となり、明治23年から展開する工学博士。 山田虎吉工事事務所や大正期には、河島正義と増田厚志らが主催した協梁設計事務所などがあり、日本公営の全身企業は、外地で水力発電関係を中心とした建設コンサルタント業務に従事し、また後に建設技術研究所所長になる内海清雄恩も、やはり水力発電関係のコンサルタントを主催し、多くの府県市長の技術顧問と、 政府審議会の委員を移植していたのである。昭和20年代前半、戦後の復興に際して、鉄道や港湾、ダム、河川といった国民生活に不可欠な社会資本の整備が望まれていたが、膨大な業務量への対応とその中での品質確保が課題となる中、敗線時に外地からの引き上げ者や軍の技術商工など多くの建設技術者の処遇を、 どう活用していくかが懸案であった。1946年には、給食民地引上げ者の建設関係の技術者を対象として、食圧線と技術力を復興に役立てることを目的に復興建設技術協会が発足している。そうした中、米軍当局上にフォスターダレスから、コンサルタント業や技術の活用についての勧告が起こる。 当初連合国軍最高司令官総司令部は、施設設営にあたり、日本に建設コンサルタント業がないことに気づき、本国のコンサルタントを利用するか、または戦後建築設計事務所を再開した、アントニン・レーモンドに、日本の水力開発地点の調査を移植したり、日本にある建築設計事務所に在日米軍基地等、諸施設建設に伴う土木分野のコンサルティング業務を発注していたため、 日本の技術者内でもこうした制度の必要性を訴える声が高まる。時の日本政府は実際問題として連合軍の施設設営指令への対応、国土復興のための膨大な事業に直面していたほか、民間企業の設備投資も緊急を要しているものも少なくなかったという。こうした背景の中で1946年2月には上気内会の勧めにより、 ライコシンスケが日本で初めて建設コンサルタント業を専業とする中央開発技術者を創設し、インバ沼監託事業を及び畳川水系の電力開発事業に関する測量、調査、設計に当たった。また戦前は観光庁でも自治体、教職員などで業務の移植が必要な場合はもっぱら、食卓制度を利用していたのであるが、1948年、 食卓制度の廃止に関する措置により、食卓制度自体を廃止にしてしまう。そこで時の政府は、プロジェクトの調査や、設計の一部を、当時欧米諸国に習って、事業をスタートさせていた、上機内海らの企業を建設コンサルタントとして、任せていくという方策を検案し制度化しようとする。幸い戦後復興から、社会資本整備の事業量は、 急速拡大、一連の業務の内整備構想企画等を除き民間技術力の活用を模索する中、1951年6月に日本技術司会が設立し、コンサルティングエンジニアを技術士とする信号を誕生させた。昭和30年代の高度成長期、産業の発展と都市機能の急速な拡大に伴って、社会資本整備の必要性はさらに高まり、 建設コンサルタントの需要は急増。こうして昭和34年1月建設省事務時間通達、土木事業に関わる設計業務などを委託する場合の契約方式等についてが通達される。この通達によって任意の事業について原則として設計業務を行う者に施行を行わせてはならないという、いわゆる設計。 思考分離の原則が明確化され、設計業務を行う国内の建設コンサルタントの確立に向かうことになった。この背景には、昭和32年5月に成立した技術手法があった。この技術手制度は、歌謡界相談所を組織し、欧米諸国の土木技術界に精通していた、白石田史料と宗成の兄弟や平山福次郎らが、戦後の技術者のあり方について、 欧米式のコンサルティング業、コンサルティングエンジニア制度の導入が不可欠で、アロートの結論から導き出されたとされる。早速1951年9月には、白石宗成アントニン・レーモンド、及びエリック・フロアの均等出資による、パシフィック・コンサルタンツ・インクをアメリカに登記し、体制を整え始めた。さらに平山らは、技術制度の実現に尽力。 国会等で全然どうして技術士の制度がなかったかは日本は技術の輸入国であり輸出国ではなかった欧米の技術や技術者を高く評価しても日本のそれを一段低く見てきた傾向が技術士制度の発展しなかった理由であるさらに質疑でアメリカ合衆国のコンサルタントが一つの設計を決めていくやり方また技術士が 設計などをやるときの覚悟の違いをスポーツのプロを事例に掲げ、技術サービスの質と信用が違うと理解説する平山については国土を作った土木技術者たち国土政策機構編鹿島出版会に詳しい。技術手法は原案から6年かけて1957年5月20日に法律第124号として無事制定される。 だが、昭和29年の国会審議においては、審議未了で廃案になっている。技術者法成立に奔走した平山は、その際に、章があって、国がないと言ったと言われる。その後選考する国内のコンサルタント会社12社で、建設コンサルタンツ協会が、昭和36年4月に設立され、昭和38年には、建設大臣の許可を受けて、社団法人化する。 同年9月中央建設業審議会から建設コンサルタントの育成対策についてとして建設コンサルタントの活用を図ること及び発注者の便宜のため一定の技術的能力を有するものに限って登録を実施すべきこととの答申が出されることとなる。これを受けて建設コンサルタントの業務内容等を講示しこれらの建設コンサルタントを利用する発注者の保護と 利便を図るとともに、合わせて建設コンサルタントの健全な発展に資するため、昭和39年4月建設大臣から建設コンサルタント登録規定が告示され、建設コンサルタント登録制度が創設。これを契機に建設コンサルタントは飛躍的な発展を遂げる。ありがとうございます。